こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽庵こだまです。今日は、先日ね、フォーマル的な、きちっとした馬なりバカマっていうのをご紹介させていただいたんですが、まあ、よくね、時代劇なんかで水戸黄門とかが入っているような、まあ、カルサンとかですね、それからノバカマっていったものについて、ちょっと、紹介をさせていただきたいと思います。基本的にね、着流しという姿だとどうしてもこうはだけてしまうっていうことがあって、まあ、動きがね制限されてしまうんですけど、この着物の上にね、そのノバカマを履いていただくと、まあ、ズボンのような形でね、動きやすいというものですね。ちょっと今画像アップして、ちょっと動きますね。こういった、まあ、感じですねの、袴でですね、ちょっと今着想してみますけど、これまあ素材はまあいろいろあるんですけど、木綿であったり、ウールであったりということで、これは、ウールで、作られたものですね。で、よいしょ。まあ、これ履き方はね、前回のよいしょ、仙台平とかと同じなんですけど、よいしょ、ね、前から、まず、しっかりとですね、帯の上に置いていただいて、位置を決めて、そして、まあ、後ろの袴板ですね、ここの部分を帯の上に、そして、基本的に、よいしょ、まあ、ノバガマの場合は普段着ですので、基本はね、ここのところ十文字ではなくて、もう結びっきりで後ろにね、紐を回していただいて、で挟んでおくっていうような形で、まあこんな形ですよね。ちょっと足元見えますかね。ちょっと角度。こんな感じで。こういう感じですね。で、まあ、下はね、こうちょっと提灯状に、よいしょ、すぼまってます。で、馬になってるところに着物はもう高まってる形なんですけど、まあこういう形で、動きがすごいしやすいというものですね。まあこういうね、ノバカマというもので、まあこれはですね、岐阜のニワズルさんというところで、ウールで作ってもらってるんですけれども、基本的にはね、シワになりにくいし、まあ持ち運びねしていって、動きのある時だけこれを着ていただいて、で、まあ終わったら脱ぐというような形でもいいかなということで、今回ですね、男の子の着物の中でノバカマと呼ばれる、まあ動きやすいこういったものの、袴についてご紹介させていただきました。着物についてですね、ちょっとね、画像がいろいろ動きましたけど、ごめんなさい。着物についてわからないこといろいろあると思うんですね。で、特にね、男性の着物、なかなかわかりづらいことが多いと思います。ね、どうかね、気軽に、ご相談いただければというふうに思います。ということで、また着物についてわからないことがあれば、何かいろいろお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。